立命館大学末川記念会館は、京都府京都市中京区に本部を置く、立命館大学の施設である。大学関係者以外の一般市民でも見学が可能になっている。1983年11月、京都市北区の立命館大学絹笠キャンパスに完成。民法学の大屋で、立命館大学の名誉総長でもある、末川博士の業績を記念して建てられた。 建設費用は、こういう、教職員、各界有志らの寄付による。館内には、末川の社会的、学問的業績、遺品などを展示する、メモリアルルームのほか、京都地方裁判所で1928年から15年に、わたって、実際に使われていた、陪審法廷が、松本記念ホール陪審法廷として移築され、1999年4月より、 無料で一般に公開されている。また、講義室では、1946年3月31日に開始された市民向け大学講座、立命館土曜講座が、現在でも毎週土曜日に、一般向け講座として開講されている。このほか会館内には、レストランカルム、白川記念東洋文字文化研究所などが、併設されている。 記念会館春行に際し記念公演が開催されているが、その内容は後に未来を求めて、末川記念館春行記念公演集にまとめられ、出版されている。末川広志メモリアルルーム、松本記念ホール売償法廷書斎と、庭園書斎本棚には、法学部機関誌、立命館法学及び、立命館ローレビュー等が所集されている。 末川記念会館レストランカルムのエントランスありがとうございます。